ひろゆきならさっきまですごい。はい、ということでね。いやいや、ぬるるって入ったら出るタイミングが難しくてね、聞き入っちゃってみんな。私はエンディゴリスギのですね、プロデューサーという名ばっかりの、役割を果たしております。作曲家の宇佐と申します。もともとですね、このエンディゴリスギという意味不明なユニットはですね、昨年の7月にですね、3月のその震災を受けまして、僕がその皆さんにお声掛けする形で始めさせていただいたのが、そもそもスタートなんですね。4月の25日に、第一の第二弾が発売になりまして、今日このリミットが行われていると、そういう、6月27日に第3弾、そして第4弾というのが実はもう制作が始まっておりまして、今日はちょっとなんかそのエピソードが聞けるかもしれないですけども、今後その震災の復興のね、何らかのお手伝いをしながら、こういうドタバタな、なんかエンターテインメントを発信できたらと思っておりますので、皆様よろしくお願いいたします。パート1第1弾では、パイレーツ・オブ・テトナイトいや、刺さっちゃう、やらさせていただきまして、そして、第2弾では、ちょっとこうくすんだ緑絵はなんかサングラスかけてちょっと若干ひげが生えて、そうですね、なんかイメージがちょっと違うんですけど、マスグリーンやらせていただきます、よろしくお願いします。第1弾はいろ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 でしたね、何役っていうのは明記がない形で、第2弾はこいつですよ。ブルーの話題沸騰、ブルー。なんか相当前回もブルーの話が出たというのを聞いて、そうですね。ガクガクしてるから、ブルーになりました。お久しぶりです。どうもよろしくお願いします。はい、出てないんですけどね。出てはないんですけど、脚本を書いている、キアスコベです。どうぞよろしくお願いします。ガイドを与えられたけどね、いや僕もね、浦安にあるランドあるじゃないですかね、ランド、それ以上言っちゃダメですよ、ね、ランド大きい帝国があるじゃないですか、夢の国がね、はい、あります、ね、行くたんびにね、こう俺がやったら面白いんじゃないかななんてそんな風に思ってあそこ行ってる人いないですよ、あらすぎろ、お前表現していく様ですよね。ね、弓矢が刺さってね。あとちょいちょいアドリブで相方がね、はい。ちょいちょいアドリブでなんか。まっすぐがね、絶妙な。皆さんね、ちょいちょい出てくるから、それに合わせていかなきゃいけない。ね。何と言ってもね、マシュクやってもね。でも浦安の方行ってもね、はいはいはい、じゃあブルー、あ、違う、俺ボスカだし、はい、そうですね、ブルーを、いただいた時に、はい、一番初めに持ったのが、一番初めのセリフの方で、いや僕戦隊とかよくわからないんでって言って、はい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 、いや俺わかってるけどな知らないのかって思って読み始めて、うん、うわこいつクズだわーってブルーとは友達にはなりたくないなるほど、うん、友達ね、確かにね、面倒くさいですよね、面倒くさいですよ、あんなやついたら、ね、もうやめたいって言ってやめろって言ったら人出て泣いてエスケさんのブルーが切れる瞬間の、いい加減しろよっていうのが妙にリアルで俺ですそう家で聞いたんですけど、本当に怒られてるって言ってた。メソッドっていうんですかね、ちゃんとここに目の前に大阪君イメージそこはブルーって言ってましたブルーイメージじゃないけど、大阪君のイメージそうそう、なるほど、そっちの方がイメージ
貸しやつだったからですね。ほんとだろう。使わせていただいて。ただね、みんなの中にブルーはいるよ。いや、それは確かに。みんなの中にブルーはいるよ。名言が出たよ。実は今、第4弾、すでに台本をね、書いてお渡ししてるんですけど、その結果、宇佐さんは役を下ろされそうなぐらいの気持ちそういう、そのエピソードに関しては、また後日です。はい、で、その時の、はい、その時のキャスト表にも、はい、で、第2弾の時のキャスト表にも、大塚君の名前は必ずないんですよ。依頼が来るときには必ず大塚くんの名前はなくて、だから大塚くん今回出れないんだと思って大根書くでしょ。そうすると気がついたら大塚くん出てるんですよ。この指定はしましまの高橋博樹以外は指定してなかったんですよ。他の人は全部現場でお任せしてたんですよ。で、結果大塚君がブルーをやってくれて、はい、で、その、 ブルーのネタも本当頑張りたくないよっつって、はいはい、なんか泣いてみんなが激怒しているっていうところが第2弾の中で僕が一番普通に声出して笑ったところ。ライムじゃなくてラホトケナームエンリコ入りそぎのエンターテイメント CD ワオアミューズメントパーク第1弾ようこそここへクック81編第2弾戦隊もの始めました編4月25日同時発売煩悩の数だけ笑えるなーもー。